よもやま話第228話、足跡その1、市田一郎さんのお話。父は鷹山基地外で春子だけでも103貫取ったことがあるです。当時旗が1兆5単以上、水田が3単そこそこやったろうね。父は私よりも体が貧弱やったもんで、重労働が効かんので、野山を駆けずり回ることが至難でしたが、祖父がきつかったもんで、私は祖父についてうちの仕事を手伝った。その間に私の考えたことは、父が晩秋さんも入れて150貫も前を取っても、あんまり経済が楽にないと。いうことは米が半年食いしかないからだと。そこでまず原野や畑を改良して、水田を5反までに増やいて自給できるようにしたんです。父はそのうち小牧の伊藤仁四郎という製紙に手を出したんですが、昭和の経済恐慌時代に潰れましてね、1万円ほどの負債を背負ってしまった。銀行に借りがある、信用組合に借りがある、個人からも借りておる。しょうないもんで、財産のめぼしいものを売って、山も畑も若干減らしてね、残った分で4000円の自作の創設資金を借りたんです。それも一人では借りられんもんで、兄弟衆の名前で借りてもらえ。岐阜無人、幸い無人に入って、一応債を整理してしまったんです。さあ、それからは4000円の返済と無人の追いがけに金がいる。私は焼いたことのない炭も焼いたりして働いた。しかしそれまでに食えるだけのうちにしとったもんでね、その後蘇生できたのは全くそのおかげでしたね。そうしよったら役場へ入れんかという話があった。実は畑佐耕作さんが私より10年ほど前に役場へ入られたが、その自分にも役場へという話があった。しかし私んとこはまだ流々と百姓やっとったもんで、祖父が許してくれなんだ。ところがこの度はどうしても現金がなけな、ずって現し。当時兄弟がおって、兄さんは役場へ行けと、わしらが住み合えたり百姓でったおで。ということで祖父もその気になって、昭和9年の5月、数え年33で役場へ入ったんです。その時10円のチューブルの自転車と5円の缶を打つ一足買っただけで通いました。それからは行政一巻きに30年余り一生懸命働きました。おかげで皆さんに認めていただいて、初期から主事に。終戦で高田さんが村長を辞められて、清水さんが村長になると、私が助役に抜擢されたんです。たまたま私の助役時代に村の構成計画をやらんけりゃ、この村は立ち行かんということで、その計画を私が立てることになったんです。当時の村の食料事情は、以前の私のうち同様、販売が半年分しかなかった。だから炭を焼くことで、どうにか販売を買い入れておった。何しろ交通が不便なこともあって、自然に放任されとった1万何千丁部下の山がありましたからね。ところが、このまんまで行って、いつまで続くかってことで、私は山田さんの言っておった検診連から、技術者を5名派遣してもらって、半年ほど調査させた。そしたら、昭和23、4年の頃、蓄積は28万石やったかな。年間成長量が8万2000石ないってことでね。一方、溶剤、炭、薪に年間11万5500石切っとると。このままでいくと、行き着いてまうと。
そこで私のうちでの体験上、まず食料の自給ができないか。その当時、年々米2000億、2000万円の金が損害へ出る。その金を取って入らんと生活ができなんだ。だからせめて食うだけは取らないかんと思った。それと絡み合わせて、植林せないかんというわけで、植林の必要性を説いて歩いた。そうすると、なるほどそうやと。みんな理解はするけれども、さあ植えようかってとこは、ケラだけやったんや。ケラは昔から川の両側に電磁庵開けとって、食うだけの米が取れるからね。私の足元の奥積み屋なんかは、米を食わんならんから、毎日炭焼くか巻き切って、現金化していかんとさえが、生活ができていかんから、よう植えのですね。そんなことから考えて、構成計画の柱を、食料の自給、植林、交通網の整備、それから、養蚕の振興と教育の振興の5つにしたんです。養蚕は戦時中、食料増産のために、桑の木の大きいものを切らされて、2万貫取れとったもんが1万貫に減った。それを2万貫取りにまで復興させる。教育は村を良くする原動力ということで、社会教育指示を置くようになったのはそれからのことです。こうしたらたまたま県の開拓課長の真鍋さんがひょっと出張してこられてに、せっかく計画してやるんなら、農林省の指定村になると、20万円の調査費が来ると。そうなると、国県が助成して、指導に当たるでどうやろうってて、進めに来てくれたわけや。そりゃそうならお願いしますってことで、申請したら、24年に指定村になった。そこで奥田博士を筆頭に、2、3人の専門職員と県の関係各課の人たちに来てもらって半年実態調査をしてもらって役場の以前からの統計調査を基本にして本格的に村づくりの計画を立ったのが25年、その年の12月に私は村長になったんです。昭和30年に時の農林大臣の河野さんが新農村指定村を作って3000万円の事業計画をさせて3年間にそれをこなしていけば助成対象にせるということで、それも意の一番に奥宮方が指定されたです。岐阜県で指定されたで、やれ嬉しや、今度はブルドーザーが帰るぞと思ってね、蓋開けてみたら、そんだけ大掛かりな計画立ったるけれども、ブルドーザーは有志になっとった。うちは土地改良と養蚕の共同地産飼育所の2つを年次計画に入れて、ブルを第一番に掲げたところが、有志じゃっていう。そりゃいかんってことで、農林省へ行って、農村の開発はブルドーザーなしではありえないって言って、迫ったんです。当時貧弱な村で計上予算の半分もせるような400万もせるブルを買うということになると村の自治が成り立っていかん、半額は補助にしなさいと言って迫ったんです。そしてまずそうせりゃうちへおいんさいということで加藤さんという技術官に来てもらって実情を訴えたわけです。加藤さんが見て帰ってって、奥宮方を特別認定指定村にして、特任事業ということで、極秘でブルの半額補助を決定したわけです。日本でうちが初めてやったもんで、県もびっくりしましたわ。翌年、上石津村が茶畑を開拓するってことで、指定村になった。その時、わしは県に頼まれて、農林省へ行ってやったことがあるがね。それからは、ブルは補助に切り替わったんです。そうしたらね、
小松製作所が喜んでまってね。あんたが日本のブルドーザーの補助の草分けをしてくれたおかげで、全国の町村のような硬いとこへブルが売れるようになったって言って、私を東京へ呼んでいっぺんごっつおしてくれたですよ。